はい、川池です、完全ここも貸し切りっすね、下池も今のところ一人ぐらいしか見えないですね。はい、ここで今からちょっと新しいルアーのまだ全然掘ってないんですけど、これからまあちょっと今素材だけのテストで、はい、着水音ですね、着水音でどのくらい寄ってくるかと、あとはちょっとフォールのスピードとかを飛距離とかを全部見たいと思うんで、はい、ちょっと川池でやります。